はい、パラノマサイトの続きやっていきます。よろしくお願いします。結構終盤感ありますけどね。もうそうだ、ついにやつの犯人がいる場所が分かった。殺人犯の、パトカーの音を聞くと俺のリアル側の近所が出ました。相手のね、呪いの発動条件が怖いから。あ、でも今夜じゃないから、昼のうちに捕まえればなんとかなる。いるんちゃう。人相全然変わってるよ。いるんじゃねっていう、探したら。さすがにスッと出てこないか。これは？これ。これは？これなんかない。気のせいか。さすがにいない。なんだデッキ。この二人パートに来るとちょっとほっこりしてしまう。懲りずに。あれ？いるやん。これじゃね？いるいる。いたわ。いたよ。それが一番きく。ふてぶてしいな。
これもだ。十分やな。しがり屋だな。誰で試したの？絶望してるっていうか引いてるって誰かに入れ知恵されてる。誰を蘇生したい？あれは腹から出したさばいて出てきたなんてじゃなくて自分のちゃんとした奥さんだったのか。しっとり説得していいムードだったら言うな口に。
ってんじゃん。でも赤ん坊は違う。ん？なるほど。奥さんじゃない方が蘇生したってこと。生まれ変わったと。おお、なるほど。へえ。転生体だ。マジか。わかりやすく咲いてる。っていうか蘇生も何も今赤ん坊として生きてるんだろ。時間稼がれてる場合じゃねえじゃん。立場的にボスが責任取るので大丈夫。こいつやべえよ。いいでしょ。こいつイカれてる。だからといってこいつを逃がしたところで意味がない。お、見に来てやがる。いや、見逃したらもっと増える。バカだろ、絶対に見逃さねえだ。なんかいるよ。これやっぱ娘なんだ。タイミング最悪だ。
掃除。まずいな。とんでもねえとこに野獣まで来ちゃった。一番最悪な感じになっちゃう。よりによりすぎて。お、なるほど。吉報だといいな。お、夕暮れ前になんとかしないと。でも状況は最悪だな。やられてるやん。娘強そうきたかボコボコにされてるやん。娘格闘家ですか。死んでる死んでる。あやめちゃんが呪詛玉を持ってたってことか。全治110箇所なんて。おほう、これは丈太郎にオラオラされない限りこんなにならない。となると娘さんが北斎のためにここまでしてるとは思えない。オラオラしてますけど。スタンド使いですか娘さん。もしかしてもしかしてオラオラですか。手を合わせない。いつもやっこちゃん。その通りです。
あ、中越さんね。身体のすごい人。偉大な人物が中越さん。まあこうなっちゃうとできることないって言ってってなるとちょっと別のところで何かしていかないといけない。今でもどこも止まってないか。この状況で今何かできることある？なんか動いたかな。あの子が公園か。そうね、あれから別にここにあの子がいたけどね、人質に取られちゃったから。一応なんか自分の家を伝えたから、もしかしたらここに頼りに来るかもしれないのか。来ないかな。ここに頼りに来てくれるといいんだけど。来ないか。来ないか。あいつにオラオラした後にここの住所教えてるから。ああ来ないか。関係ない。これも関係ないか。もう変わんない？変わんない。関係ないか。駄菓子屋ちらみ。関係なさそう。ってなるとどこだろう。娘を見るっていう選択肢がそもそもミスだったから、それをやめてみる。こっからで娘見ないで。お、
進展した？お？あ、飛び降りた。おお、6時になっちゃった。逃がしたってこと？あらー、現在の正確な顔、住所、氏名、年齢、職業、所在地をしている相手の手足を切断し、強いな、これ。うわぁ。あ、そっかそっか、こいつ学校にずっといたから。そりゃそうだろう。事件に乗じて、これはバッドエンドですね。ああ、そうなんだ。こいつの大満足バッドエンドだ。なるほど。これじゃねえな。これじゃねえな。どこだ？こう。ある女性につき従っておいた。星の様。ほう。それがこいつに入れ知恵をしたやつってことだよね。みゆちゃんすごいね。秘書の人来てくんねえとな。ここじゃないのか。
ここがなんか一応光ってるけど、ここなんか分岐すんの？うん、ああ、シラだ。除光液があれ復活させられる。ほうほう。この話が何か関係あるか。これさっき聞いてないけど。この剣の話は何の仕込みになる。何だろう。あ、でもひび入ったな。これが必要な何かだったのか。除光液の話が。なんだなんだ。なんだ。これによって何かがどっかで起きてる。ここも関係ないな。なんだろう、何が抜けてんだ。途中からやってることが問題なのか。秘書のおっさんがな、出てきてくれりゃ、なんか見逃してんの。なんだろう。ん？何やろうね。どっかでなんかアポを取るとかそういう話なのかな。何やろう。こうできることがないもんね。あ、わかったかも。あやめちゃんをなんていうの、追い回しちゃったじゃんここで。だからそれが問題で、あの現場に行っちゃうからさらわれちゃうので、これを初めからにして、あの子をなんていうんだろう、
逃げないように頑張ればいいんじゃない？そういうことかな。に逃がしちゃいけないのでは。あそこで公園で追い詰めて逃がすとあの現場に行っちゃうから、それを止めるってことかな。違うかな。でもそれだとしたらあの女の子との話のところに区切り入れたそうな気がするんだよね。このゲームのなんかチャプターの区切りの雰囲気からして、区切り入れないのはちょっと不思議か。違うかな。聞いたんだその話。あれ？まだ？まだ話してる。セーブをして、この子がどっかに行かないように、あれ、いない、あら、このタイミングで出てきてなかったっけ。あれね、あ、一回あれかな、駄菓子屋行ってないから。このタイミングだったよね、あの子出てきたの。あれ、いないな。違ったっけ。このタイミングだったような気がしたんだけど、他のとこ全部回んなきゃダメだ。出てこねえ。あれ？このタイミングじゃなかったっけ？出てきた。あれ、いないな。はい。マジで詰まっちゃったね。あれ？苛立ちを感じるって言ってるから、これあれか。この前のフェーズか。あやめちゃんと話して移動しちゃうのか。そうか。この手前？か。どこで何すればいいんだ、これ。詰まっちまいましたね。なんだろう。
変わんないっすね。ここでもない。おお、なんだろう、ここかここしかもうないんだよな。どこだ、なんだろう。あやめちゃんのところはもうない。駄菓子屋も関係ない。家でぼーっと待ってたら来るのかな。橋はちゃんと調べてないかな。あ、なんだこれ、なんか揺れてる。これはなんかある。これなにこれ、これこれなんだ、なんかあるね。全然気づかなかった。今気づいた。消えちゃった。これ関係ないのか。栗ちょうちんはまだ誰にもくっついてない。あ、でも貸し売り主がいるってこと。これ関係あるかな。あ、行ったな。なんか関係あるかな。なんもない。ある。どっかに変化があるかもって言って、別のとこ行ってみる。なんか見つけたくせえな。今みたいなノリでしれっとなんかあんのかもしれんね。なんかしれっとある。関係ないか。次。なんか今進んだ感じがしたのに。そういう画面にしれっとある揺らぎみたいなのが。チームあんのかな。ちょっと待ってよ、それを見逃さないために俺ちょっと視力上げるわメガネチェンジしよう。まさかの視力に耐える攻略が出てきた。喜んでる。当たってる。これさっきなかった。
それで一回ストーリーチャート戻ってみますか。やつのなんか揺らぎを見つけたことでなんか変化が起きたかな。にゃんにゃらね。あ、来た。なにこれ。これか。これが原因だったんだ。来た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 。わかるかい。むずい。飛迫と書いてある、うん、なんだこれ。栗原のおじさん、なんだこれ。これだ、誰の。私は誰だっつってる。あ、よみがえりの秘術とか。お、あの人の名前はなんだっけ。ちょっと待って、辞書を見ないとわかんねえや。名前、あ、これか。吉見はじめさん。吉見はじめ。はいはい。おお、話してる。もしかしたらヤンキーの子か。お守りの片方も持ってるっちゃ持ってるし。どここれ。え、閉じ込められてる。鏡見ればわかりそうです。ん？汚れてんのか。汚れを落とす。掃除道具いいじゃん、都合がいいじゃん。古い紙切れ。化学工場におけるかな。引火、液体、換気、設備保全徹底しなさいみたいな。アルキルベンゼン、塩化残、うん、化学工場。ん？シール、あー、これあれじゃない。
なんびっくりマンみたいな。暗くて見えない。明るくなんないと撮れないみたいな。番号は南京城。撮る。鏡をきれいにするのも使えるかもしれない。あるある、掃除道具。え、これ誰？新キャラ？え？やっこちゃんに似てるけど、誰？あ、なんかさ、美容師さん？あれだ、はじめの彼女だ。いなくなっちゃったっていう、多分。彼女がいなくなったって言ったもん。なんだっけな。思い出せる？お、マジ？多分彼女さんだと思うんだけど、こいつの情報の中にないか。そうそうそう、学生時代から付き合ってる婚約者がいるっていう。あ、これだ、眉書いてあるじゃん。ってか顔も書いてある。眉だ、眉。これ名前だけでいけるから。眉どう？お、いけるでしょ。謎の美女。死んだ瞬間を見てたんだ。そうだね。死んでるんだ、これが。ここに来て、そういえば忘れてたっていうキャラが出てきた。切れないの。番号わかんないし。なんかないかな。
なんでこんなとこ閉じ込められてるの。どうしたらいいんだ。なんか電気あんのか。照明はあるか。え、そうなの。ああ、これ綺麗にすればいいってこと。すげえ。まさかの。おお、マジか。綺麗になった。これでなんか見つかる。これ受装玉じゃね。受装玉が落ちてる。あ、送り提灯だ。すげえ。まさかの呪詛玉が。まさかの呪詛玉ゲット。相手が貸り主であれば対象の呪いの死に方で呪い殺せるようになった。はあ、呪いの条件ってことじゃなくて、もう呪いの条件は貸り主だったらもう OK ってこと。強すぎない。まず悪意ある呪いの自らの呪いで滅せよ。すげえ。これのかか特攻攻撃強すぎじゃない。これめっちゃ強い。そうなんだ。あ、ようやく白状しました。これ秘書か。あ、自白剤を飲まされたんだ。頭部を中止して話を聞き出そう。隠し場所を知らないそうです。ん？あ、意識を大きく横に振って持ち直そう。これいいの？持ち乗せてます？あ、こういう？ん？あれ、動かなくなってきた。あ、持ち乗せてきた。縦かな？縦に動かす。荒い石から出て、
なるほど、生かしたんだね、まだ。左右に触れてたけど、縦のが効果でかくない？これどっちの方がいいんだろう。うお、あ、よしよしよし大変。創業年知らんぞ、そんなの。資料の中にあるかな。うん、不思議なあれなんだ。もしかしてなんだっけ、セーマンの子孫なのかな。かっこいい彼女さんだ。顔だけじゃなくて。彼女もちょっとヤンキー気質なんです。企業の名前を知りたい。企業の情報があれば。創業年書いてある。あ、書いてあるわ。1946。 OK。 1946。 開いた。何を隠したここにごめん、コントロールしてます。このプレイヤーが何者なのかっていうのもね、明らかになりそう。ファックスかこれ。そうそう。
ペンだな、ペン。ペンあった。ペンはさっき見ました。あれ、あ、これか。紙ってどこに入ってた？紙そこのキャビネットになったんだっけ。おーおー、見えた。男気。え？なんか初め関係あった。まさかの。眼光の王朝。糞を背負っちまった。おお、なるほど。うんうんうん、それがお守りに入っとると。白石さんの方とこいつに伝わってたんだね。桃園の同じ血縁だったんだ。気合の入った取り主。シールの中に結構重要な話題が入ってた。あれ、紙は紙。紙ってどこにあったんだっけ。あれ、紙ってどこにあったんだっけ。あ、送り先番号は番号、番号。番号はどうすりゃいいんだ。電話番号。
かあるか。ここは今詰まってるってことで考えたらいいかな。積んでるっぽい。これでなんか関係がある場所を家にファックスなかったっけ？それかな？家にファックス置いてあった気がする。それの番号か、まさか。あったあったあった、これじゃね？関係ねえかな、さすがに。お、出た番号、これじゃない？なんていうか、これだこれだこれだ、番号ゲット、これだ。これで番号は大丈夫。これでいけんじゃん。え？番号をゲットしたんじゃないの？あ、そういう問題じゃない。ペンと送り先の番号が必要って。ペンはゲットしたんだよね。ペンが固まってる。除光液で直せるって聞いたな。聞いたからね、別のところで。おー、なるほど。あ、ここになんか薬品があるって言ってなかったっけ。お、いけそう。すげえ。おー、あった。これでいいのか。すげえ。いろいろ溶けてる。で、除光液で使う。すごい。で番号をゲットした。来た、すごいぞ。後ろになんか呪い来てる。多分ここじゃないかなと思うんだけど、あの呪いの内容的にもね。で、工場が後ろにあったからな。これで、あっちに戻れば、で、ファックスが届いてるってことじゃない？こっちに。すげえ。ファックス来てるでしょ。時系列どうなってんねんって話。ほら来た。直電？来て来て。
いいぞいいぞ、進んだ進んだ進んだね。これでしょ。すげえ。プロタンすごい。プロの探偵略してプロタン。あれ？ここ詰まったな。あ、これでここに来るんじゃない？すげえおもろい。ここに来ちゃうんじゃないですか。こうやってどんどんってやる。すげえまともだ。言葉の使い方がすごいなんか突っ張り感です。気合の入った2人。閉じたね。こっちかな。じゃあこっちが詰まると本当にどうしていいか分かんない。ん？お、進んだ。あ、来た。弓岡来た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 。進んだぞ。やっとこう。ダーク逆転裁判。なるほどの偽物みたいなやつ。様？様呼び？インチキしなくてもいい。なるほど。一回説教された。そらしてます。神尾堂としてインチキしてるときになんかミオちゃんに締められたの。インチキなんだ。出てきた。お、出てきた出てきた。すごい。
みんな集まってきたね。やった進んだ。こいつ置いてけぼり持ってんじゃねえかな。はあ、はあつって。あらら、残念。なんか置いてけぼりはこいつか。一つも持ってない。お？なるほど。置いてけぼり今どこにあるんだ。こう。なるほど、やっぱそうなんだね。こいつらも踊らされてる側か。ちょっとね、ラスボスとしてはいくらなんでも小物すぎるんで、動機が。
おお、そうなんだ。最近もう婦人関係ないみたいな感じになって好きそうになってる。なんかな、はいはい、それはまあ知ってる。なるほど、場所が隠されてるんですか。ヤンキーの方が持ってるね。お、え、普通の人には譲渡できない。へえ、確かに。なんで警部は回収できてる。あー、そうか、貸しり主同士だったら移動できるってことね。なるほどね。はあ、はあ、一般人に渡せないの。なるへそなるへそ。そうだね、言ったらあの子危なくなっちゃうから。いやいやいや、マダムはだってまだ子供を蘇生することを諦めてないでしょ。
やっこちゃんな、何もできないでしょ。霊感探偵2人になるかもしれない。やり手な感じ。まだもうこのままねいるとは思えないもんね。顔怖いやもうでもかなり終盤って感じがしますね。次回ぐらいがラストになるんじゃない。ほらもう夜が近いしね、そんな気がします。というわけでまたよろしくお願いします。多分次回最終回になるのではと思います。またぜひ見てください。お疲れ様でした。面白い。